小学校の建設をめぐり、森友学園が金額の異なる契約書を提出した問題で、国土交通省がけさから施工業者からの聞き取り調査を始めました国土交通省は午前9時、森友学園の小学校建設を請け負っていた施工業者の社長らと面会し、学園側との契約の経緯などについて事情を聞きました。 森友学園は小学校の建設費について国交省におよそ23億円の契約書を提出し、およそ5600万円の補助金を受け取っていましたが、施工業者はおよそ15億円が正しいと主張していました。接種と設計事務所の打ち合わせの中で作られるという話になって、うちに依頼があったと。 異なる金額の契約書について籠池理事長は国会の証人喚問の場で刑事訴追を受ける可能性があるとして答弁を拒んでいました学園は国から受け取った補助金をすでに全額返還していますが国交省は支給が適正だったか引き続き調査するとしています